はい、どうも、フレルモのパーでーす。伊藤です。染めました。ねえ、すごい色やね。まあまあ、とあるね、指定、に出たの上。はい、こういう色になってます。はい、まあでね、今日僕たちは、はい、寝起きです。そうね。ちょっと寝起きです。ちょっとそういう顔してるよね。はい、そういう時にまあ、いつもね、はい、飲んだりするのがまあ、こういう。こういうレッドブル。今日はね、ちょっとそんなエナジードリンクのさらなるパワーを秘めたやつをね、今日ちょっと飲んでもらいたいなと思って、ほう、これを出ました。はい、これです。ミスターハイドって言います。すごいのよ、これ。何も言わずに俺は、買ってって言って、うん、買ってもらったの今、はい。じゃあちょっと作っていきたいと思います。こういうね、こういう粉なんですよ。はい、できたー。これがね、ミスターハイドでございます、はい。美味しそうな色じゃない？まあね。よくエナジードリンクとかにもありそうな感じのやつでございます。うん、まあまあまあ。はい、わかりました。まあまあまあ、いただきます。はい。まあ、悪いやつじゃないから。はい。はい、大丈夫、それ。いただきます。はい。味はどう？味は普通に、なんかジュースみたい。そうそうそう。うん、の味なんですよ。うん、冷たくて美味しい。うまいよ、味。うん、ああ、いいっすね。いい飲みっぷりだ。素晴らしい。よし。ああ。飲みましたね。飲みました。よし。まあまあ、これが、はい、まあ、何かっていうのをちょっと、はい、説明させてもらいます。わかりました。これ、プレワークアウト。はい。トレーニングをしてる人やったら、うん、結構、まあ、有名な、うん、あのサプリメントなんですよ、はいはいはい。プレワークアウトっていうぐらいから、うん、まあ、トレーニングの前に飲む飲み物として、はい、まあ、大体15分とか30分ぐらい前に飲む。うん、まあ、言ったら本当にエナジードリンクみたいなもんが。そうやな、そうやな。そう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 。で、含有量が結構すごくて、うん、まあ、例えば169ミリ、まあ、170ぐらい入ってるの。はぁ。で、大体まあ有名なこのモンスターとかやったら、まあ、大体ね、4から5倍ぐらい。やば濃縮モンスターですか、だからこれを飲んでよしやるぞっていう気持ちになって、うん、トレーニングに臨めるっていうやつなんですよ。はい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 。え、待ってな、待って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 、え、めっちゃビリビリくんねんけど、怖っ。ちょっと、いや、コントがちゃうやんな、これ。違う、やばっ。あ、待ってたの来たもん。逆立ってる、逆立ってる、はい。ありがとうございます。ベータアラニンフラッシュっていう状態です。うん、初めて聞いた。そう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 。すっごい。なんかね、ジンオーガの超大電状態みたいな。あ、そう、ほんまにそう。あ、そうそう、この鳥肌よ。って感じ。すごいよ。そう、で、これを、シャーやる気みなぎってきたっていうので、うん、なんかハードなトレーニングをし始めるし、ね、多いっていう、本当のエナジードリンクなんです。そうですな、はい、これは。びっくりしたわ、今。うすごい、なんか、まだピリピリですね。あ、そう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 。運動したらもったいない気分になってきた。あ、まあ、まあ。プレイルームチャンネルというわけでですね、今日はこのミスターハイドというのをね、ちょっとドッキリ的に飲ませてみました。はい、ドッキリしました。はい。ひえー。ぜひ皆さん、ここぞという時に飲んで、うわーってなってみてください。目覚めた？覚めた。よし。というわけで、今日も一日頑張りたいと思います。ではね、バイバーイ。せっかくしょうも飲むわ。すっげえなぁ。ハハハハハ。